ここは筑紫キャンパスにあるクリーンルームです。このクリーンルームの清浄度は ISO 規格でクラス6、アメリカの古い規格でクラス1000で、直径 0.5 マイクロメートル以上の粒子が1立方フィートあたり1000個以下しか存在しないことを意味しています。普通の部屋と比較すると数千倍クリーンな空間です。部屋の中は気圧が少し高めに設定されており、室外からのホコリの流入を防いでいます。半導体の実験はホコリが天敵なので、このような環境が必要です。部屋の中には静膜装置、熱処理装置、微細加工装置など半導体デバイス作成に必要な装置が揃っています。我々はここでシリコン、ゲルマニウム、シリコンカーバイドといった半導体材料、それらを使った半導体デバイスのプロセス技術開発、性能評価に関する研究を行っています。学内だけでなく、国内外の大学や研究機関との共同研究も行っています。